本日、紹介を担当させていただきます。総務の滝口と申します。本日はよろしくお願いいたします。では、まず、動画で説明をさせていただきますので、こちらをご覧ください。皆さん、こんにちは。これより皆さんには滝口製作所がどんな会社で何をどんな風に作っているのかを説明していきます。今回ご案内しますのが総務人事部の会です。よろしくお願いします。まずはじめに滝口製作所で作られている製品について説明します。滝口製作所で作る製品はお客様からのご要望をもとに提案、設計、開発を行い、細かな部品の製造、組み立てまで一から一つ一つ作り上げてお客様へ納品します。また出荷した製品のアフターフォローまで提供しています。このようなお客様が自社で製品を作るのではなく、技術力の高い企業に製造を依頼するビジネスモデルをオリジナルエクイプメントマニュファクチャリング OEM と言います。まずは技術部の紹介をしてもらいます。小野寺部長、お願いします。はい、小野寺です。技術部門は二村主任から説明します。はい、開発技術部の二村です。お客様からの製品についての要望は技術部門にて設計開発を行います。技術部門は本社郡山第一工場に機械設計部門と電気設計部門があり、お客様からの要望をどうすれば実現できるのか様々な方面から考えつつまとめていきます。新しい製品では試行錯誤しながら試作して動作などを確認し、最後には量産機としてまとめていきます。間違った設計をしてしまうとその後の工程が全て台無しになってしまう OEM カンパニーの頭脳ともいえるとても重要な部門です。では郡山第一工場の三浦さんにも話を聞いてみましょう。三浦さん、少しいいですか。はい、こんにちは。郡山技術部門10年目の三浦です。設計開発という仕事はお客様とこの世界にない商品を形にしていく仕事になります。我々が間違ってしまうと他の工程が間違ってしまうというプレッシャーもありますが、技術部門の仕事はチームみんなと協力して世界にまだない一つの商品を作り上げる楽しさとやりがいを感じる仕事です。山梨工場の長崎工場長、お願いします。はい、山梨工場の長崎です。技術部門の皆さん、図面しっかり受け取りました。技術部門で設計された図面は山梨工場に送られます。山梨工場では図面をもとにレーザー用、ベンダー用プログラムを作成し、製品に必要な部品を素材から加工していきます。山梨工場のことをもう少し教えてください。はい、山梨工場では主に製品を使う部品を作っています。ここでは最新のレーザー複合機を使って部品の元となるものを作っています。中には長年技術を磨いて職人のように手に職をつけるような仕事作業もあります。工場内の雰囲気はどうですか。はい、休憩中はみんなで楽しく、談笑したりしています。上下関係もあまり厳しくないので年齢関係なくワイワイ楽しい雰囲気で働きやすいですね。レーザー複合機3台所有しており、1枚の鉄板、ステンレス等の材料を切断したりタップ加工等を行います。レーザー加工を完了したものはバリがあったり、薄板ですと刃物のように切れやすい非常に危険な状態です。ここではそれら危険な部位を除去する作業として表面や端面の処理を行います。ベンダー、大型3台、小型4台プラス一括自動段取りできる大型の1台、
計8台所有しています。溶接、接着剤、ネジ、リベット等にて前工程より完成した部品と部品を組み立てる工程です。溶接はティグ溶接を主力としており、一人一人の技量の向上が必要です。その他ヤグ溶接ロボットを導入しております。特徴としては品質が安定しており、仕上がりが非常に綺麗です。何年目ですか？2020年から入社して4年目になります。この作業は何をしているところですか？私が担当している作業は仕上げ作業と焼け取り作業です。仕上げ作業は溶接でできたステンレス表面の凹凸や傷などをグラインダーやヤサなどを使って滑らかにしています。焼け取りは溶接後の焦げなどを電解処理を施して特別な液を使ってきれいに仕上げる作業です。仕事に慣れるまでどれくらいかかりましたか？ 2,3 年かかりました。私もどの作業、他の作業でもまだまだ経験したりないので、これから頑張ってスキルアップを目指していきたいと思います。物流、資材部品の受け入れから製品を梱包し郡山工場に出荷しています。プレス工程では大きな圧力で材料を絞ったり切断したりする工程で、大量生産向きの工程です。薬価機器では R 円盤を製造しています。何年目ですか？3年目になります。どんな作業を担当していますか？金型の段取り、出荷準備、製品の組み立て、樹脂成形などを担当しています。職場の雰囲気はどうですか？アットホームな雰囲気で、年上の人も気軽に話しかけてくれるので、分からないことがあったら聞きに行ける完璧な職場です。モールド、高温で材料を溶かし型に入れ、冷え固まったものが樹脂成形品です。大量生産に向いています。また板金からの置き換えができればコストダウンに非常に有効です。製品完成しました。郡山工場の皆さん、清水工場長、吉田工場長、あとお願いします。手放し工場で作られた部品は自社のトラックで福島県郡山市にある第一工場と第二工場へ運ばれます。はい、こちら郡山第二工場、吉田です。山梨工場の皆さん、部品ありがとうございます。郡山第二工場は令和元年8月に郡山市郊外の郡山西部第一工業団地に竣工しました。総勢約50名の従業員が働いています。工場では鉄道駅に設置するホームドアを製造しております。ホームドアは鉄道を利用するお客様が列車と接触したり線路へ転落したりすることを未然に防止して、鉄道の安全運行を担う極めて公共性の高い製品です。お客様の安全を第一に考え、責任を持って作業に取り組んでいます。工場から出荷したホームドアは首都圏を中心とした駅に設置されています。それでは工場の案内をお願いします。こちらが配膳エリアです。組み立てに使用する部品を受工程に供給するエリアになってます。こちらはモジュールエリアです。ホームドアのアッセンブリとなる部品の組み立てをしています。はい、こちらはユニット組み立てエリアです。はい、私が所属している部署はユニット組み立てグループです。ユニット組み立てでは電気を供給する重機、制御指示を行う式の組み立てから動作試験までを行う部署です。業務の中でどんなことを意識していますか？はい、組み立て工数を低減させること、安定した製品品質を保つことを意識しています。こちらは総合組み立てエリアです。ユニットで組み立てた主機と重機を合体させるエリアです。
こちらは出荷検査エリアです。製品の最終検査をしています。この後駅に出荷されていきます。ジョシア先輩のすごいなと思うところはありますか？はい、通常業務の他にも広い視野を持って自主的に臨機応変な対応ができるところです。業務の中でどのような瞬間にやりがいを感じますか？はい、目標を持って改善した結果、組み立て工数が低減した時や通常業務以外の仕事を覚えた時に自分の成長とともにやりがいを感じます。こんにちは、郡山第一工場の清水です。山梨工場さん、いつもありがとうございます。続いて郡山第一工場を紹介します。郡山第一工場は福島県郡山市の東北自動車道郡山インターチェンジから車で約3分のところに位置しており、総勢約140名の従業員が働いております。この工場では病院や薬局で患者様へお渡しするお薬を自動で分包してくれる機械を生産しており、国内全域だけでなく北米、中国、ヨーロッパなど世界中へ出荷され活躍しています。それでは工場内を見てみましょう。第一工場では山梨工場で作られた部品を技術部の設計図に沿って組み立て製品を仕上げて出荷しています。こちらの職場では各工程ごとに専任の担当者がいて、自分の担当工程を責任持って作業しております。未経験の人でもベテランと遜色なく作業ができるような設備や環境が構築されております。まっさらなところから機械が完成するまでを実感できるので非常にやりがいのある仕事です。作業中すみません、少しよろしいですか？はい、11年目になります。この作業は何を作っているのでしょうか？今は錠剤分包機の総合組み立ての方を行っています。この作業のポイントは？製品によってばらつきの出ない筐体を組み上げることです。難しい作業はありますか？そうですね、作業者によってちょっとしたファーネスとかのバラつきが出てしまうので、そこを皆さん同じようにするところが難しいです。カスタム製造部では納品先に合わせた改造、調整と検査を行っています。機種や仕様を含めたバリエーションは約100パターン以上あり、1台1台異なった仕様の機械を日々生産しております。作業中すみません、少しよろしいですか？こんにちは。今何年目ですか？今12年目になります。この作業は何を作っているのでしょうか？今、注文書によって調整された機械の検査をしています。この作業のポイントは？注文仕様書によって異なるオプションや分包紙の確認をするところがポイントになります。できた製品は検査された後にこちらから出荷されます。出荷した製品については本社の品質保証部でしっかりお客様へのサポートをさせていただいております。今お客様よりご要望の依頼があったので、品質保証部さん、ご案内お願いします。はい、品質保証部栗原です。品質保証部ではコールセンター課とフィールドエンジニアリング課があり、出荷した製品のカスタマーケアをしています。コールセンター課ではお客様からのお問い合わせへの対応と部品出荷を行っています。問い合わせの内容としては、例えば製品の使い方、破損、故障など様々な相談が寄せられます。故障、破損など困っているお客様に対しては最速の対応を心がけています。ご注文いただいた部品は即日発送いたします。修理のご依頼は即日フィールドエンジニアリング課と情報共有し、お客様と日程調整の上対応しています。フィールドエンジニアリング課は東京本社、
山梨、郡山の3カ所を拠点とし、全国どこへでも駆けつけます。現場ではお客様からの改善要望をいただくこともあります。改善のご要望、ご相談については社内で情報共有をし、できる限りの対応をさせていただきます。お願いします。本橋さん、お疲れ様です。それでは総務人事部の山口が本社フロアを紹介します。本社には事業推進部、管理本部、公共事業部、先ほど紹介した品質保証部があります。本社は3階建てとなっており、各部門のメインフロアは2階となっております。こちらが品質保証部です。こちらが事業推進部です。こちらが公共事業部です。どちらの部署も営業として滝口製作所の窓口となっております。お客様の要望を聞き、お客様と工場をつないでおります。こちらが管理本部です。私のいる総務人事部も2階にあります。総務人事部では社員の皆さんの労務管理や会社の会計管理をする経理などをしています。主に会社全体の管理業務を担っています。実は本社には地域でも有名な滝口ガーデンという素敵なお庭があるので紹介します。須崎さん、お願いします。はい、総務人事部の須崎です。本社の庭の紹介をします。本社の庭では春夏秋冬に咲くバラがとても綺麗です。特に春のバラは大きく咲き、見応えがあります。庭を開放し、近隣に住んでいる方々にも楽しんでいただいています。よろしくお願いします。安田部長、これで滝口製作所の紹介を終わります。よろしくお願いします。はい、お疲れ様。失礼します。社長、終わりました。皆さん、お疲れ様でした。ご覧の通り、我が社は楽しい遊び、楽しい家庭、楽しい職場をモットーに、みんなで仲良く力を合わせて頑張っています。ぜひ我々と一緒にものづくりをしましょう。滝口製作所でお待ちしております。はい、ご清聴ありがとうございました。続きまして、ちょっと動画ではお伝えできなかった部分について、資料を使って説明させていただきます。はい、先ほどの動画で郡山工場ではホームドア、あと薬剤分包機というものを製造しているということをご理解いただけたと思うのですが、すいません。一日の工場で働いている皆さんの一日のタイムスケジュールをお伝えしたいと思います。これが一日の基本的なタイムスケジュールになるんですけれども、まず8時半出社になります。で、まず朝はラジオ体操、朝礼をして作業開始になります。で、そこから10時から10時10分、10分間の休憩があります。で、お昼12時から12時40分まで、ランチタイムとなっておりまして、工場の中に食堂がありますので、そこでみんなで食事をします。で、会社でお弁当も頼むことができるんですが、半額は会社が負担をするので、だいたい1食200円ぐらいで食べることができます。で、午後3時から3時10分、これが2回目の休憩になります。
自販機で飲み物やあとお菓子も置いてあるので、午後の休憩の時とても便利です。で、あと5時半帰宅になります。就業10分前から煮え作業を開始して幽霊をしてから帰宅します。勤務時間は8時半から5時半ということで、工場というとどうしても交代勤務とかをイメージする方いらっしゃると思うんですけれども、滝口製作所の郡山工場は交代勤務はなく日勤のみとなります。はい、続きまして、募集内容になるんですけれども、特にお伝えしたい部分が滝口製作所の休日についてです。休日は、完全週休2日制となっておりまして、土日祝日がお休みとなります。でその他に年末年始休暇、夏季休暇がありまして、年間の休日は125日となっております。弊社のモットーは先ほど社長もおっしゃっていたんですけれども、楽しい職場、楽しい遊び、楽しい家庭ということで、ライフワークバランスが取りやすい環境で働くことができると思います。で有給休暇も入社と同時に付与されるので、プライベートの時間を充実させることができます。その他福利厚生や社内制度も充実しています。なお入社後もしっかりした研修制度がありますのでご安心ください。4月の1日に入社式がありまして、その後約1ヶ月は、東京の本社で新入社員研修を実施しています。どういったことをやるかと言いますと、会社で働く上での大切な就業規則ですね、あとはビジネスマナーについて学んだり、あと滝口製作所の山梨工場の見学に行ったり、あとお客様の会社を訪問して実際に動いている製品を見せていただいたり、あと年の近い先輩方との交流会、食事会などもあります。あとは新入社員同士でのオリエンテーションを行っています。そして5月からは、郡山工場で実際の業務を体験し、先輩方からの教育を受けて、で使用期間3ヶ月を経て正式に職場配属となります。はい、説明は以上となりますが、工場見学も随時受け付けておりますので、ご興味を持った方がいましたらお気軽にご連絡いただければと思います。